桑島シマクニヒロは、日本の生物物理学者、東京大学名誉教授、分子科学研究所名誉教授、総合研究大学院大学名誉教授、元日本タンパク質科学会会長、北海道生まれ、1971年北海道大学理学部、高分子学科卒業、1974年北海道、 大学大学院理学系研究科修士課程修了。1975年北海道大学理学部公文史学科教務職員。1979年北海道大学理学博士。1980年スタンフォード大学生科学科、博士研究員。1983年北海道大学理学部公文史学科助手。 1992年東京大学理学部物理学科助教授。1993年東京大学大学院理学系研究科物理学専攻助教授。1999年東京大学大学院理学系研究科物理学専攻教授。2005年日本製科学会評議員。2007年自然科学研究機構岡崎。 統合バイオサイエンスセンター教授研分子科学研究所総合研究大学院大学物理科学研究科機能分子科学専攻教授2008年総合研究大学院大学物理科学研究科研究課長日本タンパク質科学会副会長2010年日本タンパク質科学会会長2013年東京大学名誉教授 分子科学研究所名誉教授、総合研究大学院大学名誉教授、総合研究大学院大学学融合推進センター特任教授、高等科学院計算科学部キアススカラー、東京理科大学基礎工学部生物工学科、非常勤講師、ありがとうございます。